どうも、くまはちです。ワードプレステーマシリーズ124回目はですね、クリエイターフリーというテーマをですね、やろうと思います。まあ、このテーマですね、テーマカスタマイザーとエレメンターを使って、こう、トップページを作り上げていくテーマですよっていうことが、こちらの説明の中にね、書かれてましたので、エレメンター使ってね、どういうふうにカスタマイズしていくのかなっていうところをちょっと、よく見てみたいなっていうふうにちょっと今回は思いました。ということでね、早速、ワードプレス用意しましたので、やっていきたいなと思います。ワードプレスのバージョンはね、最新の 5.2.2 ね、記事も入って固定ページもありますという設定のもと、やっていきます。で、まずは外観開いていただきますと、このテーマが開きますのでね、新規追加っていうのをこう、クリックします。で、クリックしますとね、このように出てきますのでね、最新で出てくるかもわかんないですけど、こちらでね、もう検索した方が早いです。ね、クリエイターって入れるとね、フリーまで入れなくても、出てきます。で、まあ、これで有効化しますとですね、どうなるんでしょうか。必須プラグインあるかな？あるみたいですね。コンタクトホーム7、エレメンター、で、キルキツルキット、ワンクリックデモインポート。まあ、海外テーマね、ワンクリックデモインポート使うの好きですね。まあ、ね、私の、こう、プラグインを紹介するサイトでも紹介してますけど、まあ、本当これ、結構好きですね。で、まあ、海外テーマ使われるときね、こういったところもね、表示とかね、覚えておいてくださいね。で、必須プラグイン、こうやって、ここからインストールしてくださいっていう感じなんですけども、まあ、こちらで、一括でインストール適用っていうふうにしますと、よほど、よろしくないものがない限り、サーバーの状態がよろしくないっていう限りはですね、問題なくインストール終わります。で、まあ、リターンとリクエードプラグインインストーラーね。プラグインインストーラーに戻ってくださいっていう意味なんですけども。まあ、インストールするだけじゃね、皆さんご存知だと思いますけど、動かないので、これをアクティベート。要はですね、有効化という意味です。日本語では、有効化という意味がアクティベートになりますので、有効化してくださいということでですね。これで、4つのプラグインを、必須プラグインとしてね、インストールしました。で、ここに、終わったら、About Creator Free Theme という風にありますので、一応、ちょっと目を通しておきます。あ、エレメンターが入ると、すぐエレメンターこれ表示したがるんですよね。でね、まあ、プラグインでも何でも、そうなんですけど、インストールするとね、これを無理やり表示させようとするんですよね。こういうのがね、ちょっとうざくて嫌いなんですね、僕ね。
正直な話ですね。だから、オールインワン SEO パックっていうのね、一切使うのやめました。はい。何が悲しくて、ね、こう、アップデートするためにページを開かないといけないのっていう感じで思ったもんですから、全サイトでね、今削除してもらってる最中なんですよ。もう二度と使わねえっていう感じで。で、まあ、いろいろあるんですけど、フリーとプロでこんだけ違いますよってあるんですけど、まだ良心的ですよ。こんだけだけ使いたかったらお金ちょうだいねっていうぐらいでとどめてるね。ひどいところなんかね、このぐらいのとこから全部罰が続くんですよね。まだこんだけね、使わせてくれるだけまだいいかな。まあ、要はね、このクレータープロっていうのの評価版がこれクレーターフリーだという認識でいいと思うんですよ。で、help us improve キルキーでいいのかな。うん。で、まあ、これ、ね、show me the data っていうのをね、やって、まあこれ、もう、しょうがないので、I agree っていうふうにね。やったらどうなるのかなっていう。もう、インポートしてくれるのかなっていう感じなんですけど。で、インポートデモデータっていうのをちょっと見てみたいなと思います。で、まず出てきたのがマニュアルデモファイルアップロード。で、before you begin, make sure of the required plugin アクティベティット。これ終わったはずなのになぁ。こっちで。まあ、こんな感じでね、ページが立ち上がるんですけども、これデモインポートしないといけないですね。ここからダウンロードして。で、ZIP ファイルなので、これをダウンロードして、で、回答したものをですね、こちらからアップロードしてあげないといけないんですよね。で、多分ね、中身にね、JSON ファイルとか、.ファイルとか、いろいろあると思うんですけども、おそらくこのダウンロードの中に、入ると思うんですが、何ジップだったかな。デモに。これですね。
ね、まあ、デスクトップにでも、貼り付けておいてですね。チューザー XLM っていう風になってますので、この中から、まあ、デスクトップからね、デモリーっていうのを選んでですね、まずはこれ XML。で、同じように、これは、ウィジェットかな？はい。で、ダットファイルがいりますっていうふうにあるので、まあ、こういう感じで、インポートデモデータ。これでね、デモがインポートされるわけですよね。これね、データ入りましたよっていうことなので、この状態からどのように、デモが入ったらかなっていうのをちょっと確認したいなと思います。まあ、あんまり変な感じだとね、嫌なんですけど、まずはね、同じように、表示できなきゃ。それも嫌だなって思いますし、ね。まあ、こんな感じでね、表示できるよっていう形になってるみたいですね。はい。こういうツールはね、よろしくね。これもね、オールインワン SEO パックとなんだ変わらないぐらいうざい、プラグインになってるのでね、僕はもう大嫌いなんですけど。まあ、こうやってね、投稿者名が、出てたりするみたいですね。まあ、示唆効果があってね、まあ、トップページやランディングページみたいになってる、ページになってるので、で、まあ、これ、見る限りですね、非常によろしくないなと思うのは、もうないものをこう表示してるんですね。はい。こういうのは勘弁してくれって思いますね。はい。で、まあ、ここにね、マップ、住所、電話番号、E メールが表示できるんですけど、ここにフォームがあるんだから、まあ、E メールはもう表示しないっていう感じにしたいですよね。で、まあ、これが、じゃあ、どこまで、どうカスタマイズできるのかなっていうのをね、ちょっとやっていきたいなと思うんですけども、まずは、固テーマを作ります。で、前回のね、ブログマガジンではね、固テーマ作ったら、バグって真っ白になっちゃったわけですよね。まあ、真っ白になったっていうよりも、まあ、サイトに技術的な問題が発生してますっていう、形だったんですけど、まあよく見るとね、ファイルの継承ができてないっていうね、なんとも、初めての現象で、まあ他のテーマでね、まずそういったことが出ないもんですから、
まあ、行ったなって感じが本音だったですけどね。まあ、新しく出たテーマね、たまにそういうバグることがあったりするんですけど、今回は何もないことを祈りたいなと思います。で、小テーマの作成なんですけど、初心者の方でもできるようにね、プラグインを使ってます。で、ワンクリックチャイルドテーマっていう、プラグインを使ってるんですけども、現在ね、ワードプレスオルグの方からダウンロードできなくなってます。プラグインの新規追加からね、検索してインストールができてたんですけど、それが今配布がされなくなってますので、私のサイトの方からですね、ダウンロードができるようになってますので、この YouTube 動画詳細のね、リンクを辿っていただきまして、ダウンロードしていただくと、アップロードしてね、有効化していただくとこの形になります。で、まあ、ここにチャイルドテーマっていうリンクができますのでね。要はね、テーマの名前とディスクリプション、テーマの説明ですね。この二つ入れたら、ここは自動取得になってますので、で、何を自動取得しているかと言いますと、あなたのプロフィールにある、ブログ上の表示名を自動取得します。で、ここはですね、クリエイターチャイルドとしましてですね、クリエイター、テーマということでね。まあ、こうやっとくと、まあ、誰が見ても、まあね、私以外の人が、あと引き継ぐとしても、使いやすいでしょう。ね。まあ、固テーマ作る場合はね、そういうふうにしておくとね、非常に便利です。で、まあ、制作者の方もね、いつまでもね、頼んでた人があなたに頼むという保証はなくて、まあ、新しい社員に雇われて、その社員ができれば、その社員に任すわけですよね。で、そういった時にね、見ただけでわかるようにしといてあげるとね、お金にならない質問を受ける必要もなくなってきますのでね。で、あとはね、クリエイトチャイルドっていうボタンをクリックするだけで、これで固テーマが完成します。はい。これで、まあ、こういう固テーマになりましたという感じですね。で、まあ、固テーマを先に作った理由っていうのはですね、親テーマでカスタマイズした項目が 100% 固テーマに引き継がれるっていうことも、ほぼほぼないんですね。ここをもう一度設定し直さなきゃいけないとか、そういったこと出てきますので、その二度手間を防ぎたいっていうのが本音です。で、ここからカスタマイズ入っていくわけなんですけども、ね、前回のブログマガジンではね、二度手間やりたくないのにって思いながらもですね、二度手間にならざるを得ない、設定方法とかそういったものが出てきてましたんで、まあ、それはそれで勘弁してよっていう感じでしたけどね。で、ロゴはですね、190-65なので、まあ、これだったら入るでしょっていう。まあ、150-60ですからね。外枠だけなんでね、切り抜いてもいいよ。で、ジャストサイズの場合はね、すっぽり はまりますからね、ここにね。で、ロゴを入れると、
サイトタイトルが勝手に消えました。ね、下にキャッチフレーズは残ってますけどね。で、まあキャッチフレーズはね、表示してでも何も問題ないと思ってるんで。で、サイトアイコンはもうどのテーマでも全く同じ条件です。512ピクセルの正方形って決まってますんでね。サイト基本情報はね、ロゴがあるかないかで、どのテーマでも大体同じような形です。で、ゼネラルセッティングス。まあ、一般設定っていう意味でなんですけども、アップロード、ホーム、バックグラウンド、イメージ、背景アップロードしますかっていうことですね。背景使わないので、僕はアップロードしません。で、ヘディングテキスト、サブヘディングテキスト。まあ、この辺でね、設定できるんでしょうけど。で、あとボタン設定とかですね。で、だいたいランモアって日本人使わないんで、だいたいこの、なんか、詳細とか出てくるんですよね。ボタンテキスト、詳細にしたらどうなるの？ここでは変わらなかったね。ああ、ここで変わるんですね。この部分が、背景何するっていう話なんですよね。で、ここで詳細っていう風に来て、このセクションっていうのは、ディセーブルにできるのかな。わざとディセーブルにします。で、次にですね、ロゴセッティングス、フロントページロゴセッティングスについてもそのまんましておきます。で、メニューセッティングスもそのままでいいかな。ヘッダーセッティングスね。で、ヘッダースタイル、デフォルト。まあ、この辺はね、デフォルトのままでいいと思うんですけどね。で、スティッキーヘッダーセッティング。ね。enable スティッキーヘッダーフューチャー。これは、オンにしたらどうなるんでしょうか。何も変わってないですけど、で、ロゴ4スティッキーヘッダー。今はイメージっていう形なんですけど、まあ高さ50ピクセルになるんですけども。まあこれは、だったら、オンにしなくてもいいですね。で、ブログセッティングですね。で、サイドバーをどこにしますか、なしにしますかっていう感じなので、まあ、右サイドバーなので、そのまましておきます。で、フッターセッティング。まあ、僕3カラムでしか使わないので。で、あと、コピーライトテキストですね。まあ、これ、オーソドックスなセッティングだと思います。まあ、4カラムで使いたい人はね、
4カラムでいいと思うんですけど、4カラムだとね、ページウィジェットとか表示する場合にね、パツパツになって、あまりよろしくないのでですね。で、あとカラーセッティング。で、ヘッダー。あとブログ。ね、こういった色になってるみたいなんですけど、スティッキーヘッダーとかですね。まあ、この辺ね、一つずつこう、書式とか、フォントファミリーなんかをね、何が選べるのかっていうのをしっかり、見ていきたいんですけど、まあ、海外テーマでね、一番多いのはね、やっぱり日本語のことは考えてないんですよね。アルファベットを表示することは考えてるんですね。そのあたりがちょっとどうかなっていうところですね。で、こちらメニューなんですけども、プライマリーメニューはですね、インポートされたメニューになってるので、これをですね、変更しようかなと思います。グローバルメニューをですね、プライマリーに入れます。ね、まあ、あとは、ウィジェットとかの設定になるので、カスタマイザーはここで終了いたします。ここの部分がね、この画像の部分ですね、どこで設定するのかなっていうのがよくわかんなかったですよね。ウィジェットをちょっと見てみようと思います。サイドバー、ページサイドバー、アッター。で、ここで、こう操作するのでなければですね、この固定ページのところにフロントページっていう部分が、書かれている項目が絶対にあります。ここです。で、ここでエレメンターを使って編集します。で、これもエレメンターで使っているので、エレメンターを使ってください。まあこれ、エレメンターが起動するまでね、結構時間かかるんですけどね。まあ、SSD で動かしてる、パソコンでこんな感じになります。はい。ここでね、ボタン。この Run More っていうのを、詳細というふうにしてですね。一文字開けることでね、こういうバランスのいい感じになったりしますんで、ね、アナザーニューのところですね。こういう形で
編集していけますよっていうところでね。この辺も、ここでカスタマイズが可能になってきます。で、このですね、こんな感じでいろいろ変更できますのでですね。いろいろね、触ってみてできること、できないことっていうのをもう覚えてもらうしかないわけですよね。ねえ、まあ僕はこの、要素 SEO っていうのはあんまり好きじゃないので、これは変更したいよね。こういう感じで、変更していけますのでですね。で、サービスなんかもね、こういう形で。あと、英語のところをね、こう変更したり、このセクションをですね、消すときは、こうやって消せば、なくなりますので、どんどん上に上がっていきます。で、プラスするときはここで、追加してください。で、変更したときは、これで、アップデートをクリックします。で、これで、いろいろ追加する画面になって、戻りたいときはこれで、エグジットダッシュボード。で、ここに戻ってきます。で、今、こういう風に表示されてたものが、どのように変わったんでしょうかということで、更新をするとですね、で、こういう形に変わりました。で、消した部分は出てこないので、あとこういう形で、どんどん。結構ね、示唆効果もあって、アニメーションもあるテーマなので、まあ、ちょっと面白みはあると思うんですよね。はい。なので、まあ、これをね、どこまで自分用にカスタマイズできるかっていうのは、これ勝負だと思うんですよね。はい。なので、トップページは基本固定ページから、カスタマイズするんだということをね、知っておいていただけるとですね、いろいろ、このトップページをアレンジする方法とかですね、エレメンターの使い方を覚えていただいて、うまく、こう、やっていただければと思います。で、やはりちょっと気になったのはですね、このブログの部分でですね、投稿者名が表示されているという部分で、
このままの状態では、本当よろしくありませんのでですね、消す方法っていうのは、まあ、取り急ぎ、スタイルシートで、非表示にしましょうねっていうところなんですけども、まあ、実際タグ見てみないとね、どういうタグ個性になってんのかっていうのがよくわからないですけど、一番手っ取り早いのは、やっぱりもうスタイルシートで非表示にするということです。で、まあ、一つページを開いてみますけども、やはりですね、こういう投稿者名が表示されていると、リンクになっててですね、ワードプレス ID がリンクする、ポイントするだけでね、丸分かりになってしまいます。で、まあそういったことをですね、できるだけ防ぎたいわけですよね。で、ID が分かるとね、あとパスワード解析するだけなんでね、そうあたりでいつか当たる可能性が出てきます。で、運が悪ければ、一回試しただけで当たってしまいます。で、一回で当てられてしまうとね、相当運悪いですよ。多分開いてしまいます。で、それで乗っ取りされてパスワード変えられると、どうにもなりません。っていうこともあるのでですね、そういった部分をですね、できるだけ表示しないように、気をつけていただきたいということなんですね。で、ウィジェットでね、僕は作る前に、こういうのは削除してたんですけど、また再度、インポートデモデータで入れてくるんですよね。で、これも表示しない方がいいです。はい。メタ情報っていうのは一切表示しない方がいいです。セキュリティのためにね、知っておいていただければと思います。で、まあ、僕の場合、アーカイブとか、最近のコメントっていうのは、もう常に削除するようにしてます。邪魔なだけなのでね。はい。ということでね、投稿者名を、じゃあ、いかに、非表示にしますかっていう部分をですね、少し考えたいなと思います。はい。このね、メタ情報のところなんですけども、調べてみるとですね、残念なことに、まあ、投稿者名だけ削除するには、やっぱりタグを削除しなきゃいけないっていうことで、まあ、取り急ぎ非表示にする場合は、メタ情報をスタイルシートで全て、消すっていうことでしかちょっと対応できないみたいですね。ここでですね、こういう風に入れると、全部消えます。はい。もうこれで全部くくってあるので、オーナーネームだけ消せ、っていう風にはできないみたいなんですよね。ということで、まあ、ちょっと残念な仕様ではあるかなと思いますね。はい。やっぱりタグで操作しなきゃいけないっていうのは、やっぱり初心者の人にとってはですね、かなり厳しいんじゃないかなと僕は思ってます。ということでね、そういうセキュリティに関してね、もうちょっと配慮していただけたらいいかなと思いますね。このクレーターっていうテーマもですね。で、やはり残念なのは、もうちょっと、カスタマイズできるように気遣いのあるテーマだとね、すごくいいかなって思うんですけど、まあ、この辺のね、作り込み方っていうのが、どのようになってんのかなっていうところが、すごく気になるところではあります。やっぱりこのウィジェットのところを見てもですね、こういうメタ情報とかをですね、必ずこれ消しといてください。
で、まあ、僕の場合はですね、この辺にもあるので、ここは削除します。で、アーカイブもいらないです。で、このコメントもいらないです。まあ、こんな感じでね、で、ここ最近の投稿で、10でもいいわけです。まあ、一番多いのは5ですけどね。で、投稿日を表示しますかで、投稿日表示して OK っていうふうにするのもありですね。で、カテゴリーは、階層表示をします。で、まあ、ナビゲーションメニューっていう形でね、こういう形で、メニューの新しい、こういう使い方をこうさせていただいたりですね。で、蓋は、まあ、この辺ね、自由に使っていただいたらいいかなとは思うんですけどね。はい。ということで、まあ、クレーターっていうテーマなんですけど、ちょっと残念な作りになってて、もったいないなと思いますね。やっぱりちょっと初心者の方が扱いづらい。で、初心者が扱いづらいっていうことはね、あんまりダウンロード進まないんじゃないかなって思いますけどね。やっぱりどんな方でもね、テーマカスタマイザーから安心して使える方が、まあ、テーマとしてはね、流行るんじゃないかなというふうに、私は思ってます。まあ、そういう意味でね、エレメンター使ってるところはね、評価すべきところじゃないかなとは思いますけどね。エレメンター使うと、まあ、難しいタグ必要なくなりますので、それでテーマを、まあ、上手にカスタマイズしていければ、それに越したことないと思ってますので。ということで、今回は、124回目、クレーターというテーマを、紹介させていただきました。俺ならもっと簡単にできるっていうね、チャレンジャーの方がいらっしゃればですね、またコメントにもっとこういうふうにした方がいいっていうことをね、書いていただければと思います。ということで、また次のテーマでお会いしましょう。どうしても自信のない方は、熊八が優勝対応でサポートさせていただきます。熊八ラボが LINE アット始めました。ズームサポート、レンタルサーバーの初期設定無料クーポン付きの LINE アットです。ワードプレスの最新情報がわかる LINE アット。友達追加よろしくお願いいたします。また、ワードプレスの最新情報が動画でわかるワードプレスで自社サイトを作成チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。関連チャンネルもチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。